それでは本日は、リングジャケットナポリの、ニットをご紹介をしてまいろうと思うんですけども、まあ、リングジャケットナポリのシリーズっていうのが近年、まあ、非常に商品バリエーションがかなりこう増えているんですけれども、その中でも、ニットに関しては特にバリエーションが豊富で、毎年楽しみにしていただいている方もいるんですけども、この、2023年 FW の中から特に、まあ、私がご紹介をさせていただきたいのがこちらですね、リングジャケットナポリ、ウール 100% の、14.5 マイクロの、30ゲージのモックネックという形で、今日実は私も同じタイプでちょっと、以前のものとカラーが異なるんですけれども、また今までの YouTube のコーディネートであるとか、あとは、Instagram の写真のコーディネートの中にも実はもうたびたび出演といいますか出ているタイプにはなるんですけども、ちょっと改めてこちらのご紹介を、していきたいなと思いまして、本当にまあ極論なんですけども、このニットがあれば他はいらないかなと思わせてくれるぐらいの、ニットになります。はい、では実際に、こちらのニットの詳細を、ご説明してまいります。まず最初に申し上げた、14.5 マイクロというものなんですけども、お詳しい方もしくはスーツを、お求めになるときに一度は聞いたことがあるのではないかと思うんですけども、スーパー170とかスーパー200とかというその数字自体が大きい数字ほど、細い原毛を使用しているということなんですけども、こちらのニットに関しては、14.5 マイクロなので、スーパー180という糸を、使用しています。で、14.5 マイクロンが、まあ、どれくらいかとちょっと比較はまあ難しいんですけども、一般的なカシミヤで、14から16マイクロンぐらいになるので、もともとカシミヤの繊維自体が非常にこう原毛がこう細くしなやかなものなんですけれども、それに匹敵するもしくはそれよりも、細いといいますか、しなやかな糸を使用しているというところなんですけれども、それを、今回は、モックネックで作っているんですけれども、モックネック私はまあジャケット着るときなんかにすごく重宝するんですけども、実際まあ今日私もモックネックを着ていて、ちょうどどうでしょう、見ていただけると襟のところが、直接地肌につかない絶妙なこう高さにアレンジされていますので、割ともうジャケットを着るときでも安心して着れるかなというのが一つあります。で、あとはその生地の感じ実際どうなのかってところなんですけども、30ゲージになっているので、割とこう目は詰まっている方になるので、すごくこう繊細な生地だから、どうでしょう、軽くてちょっとやばいようなイメージがあるかもしれないんですけども、これは結構しっかりしていて、かつ、ハイゲージと呼ばれるゲージですけども、かなりこうふわっとした、印象があって、ストーンとちょっとその重みで落ちてこうドレープがこう綺麗に出てるような、感じになっております。で、通常のこうウールのニットってこうちょっとこう触れた時に何て言うんでしょう、ちょっと私だけの表現かもしれないんですけど、繊維質が分かるというか、糸の感じが触った時にこう表情としてこう分かるようなところがあるんですけども、これに関しては
すごくこう表面がフラットです。なので触った時にこうウールとは思えない、まあやはりこうカシミヤにちょっと近いような素材感に、なっているのかなというところです。ただやはりまあその聞いた感じというかそのカシミヤに比べるとやっぱりこうウールはなんとなくこう皆さんのハードルもちょっと低いのかなと思いますんで、割としっかりガンガン切れてケアも割とそこまでこう難しくないっていうイメージがなんとなく皆さんお持ちだと思うので、まさにまあそれをカシミヤタッチで切れるというところが非常にいいところなのかなと思います。で、今回、モックネックで後ろに含めてこの4色、白、グレー、ブラウン と、ネイビーですね。で、このモックネックも非常にいいんですけども、実は同じ生地でもうワンアイテム、作っておりまして、それをちょっとご覧いただこうと思います。はい、それがこちら、カーディガンですね。もう本当にオーソドックスなカーディガンではあるんですけども、いわゆるアンサンブルですね、同じ素材生地色を使用して違うアイテムできる、まあ、モックネックのまあちょっと上品な感じとやはりこのカーディガンの感じが相まって、このアンサンブルのこの完成度がグッと上がるのではないかなと思います。なので、もちろん、バラバラで着ていただいてもいいですし、セットに着ていただけるとまたこういった形で上品な、アイテムで着ていただけるのかなと思うので、もちろんそれぞれでもいいんですけども、セットでお持ちいただけると非常によろしいかなと思います。それではコーディネートをいくつかご紹介していこうと思うんですけども、先ほどのネイビーの、アンサンブルで、このシリーズの一つのもう一つの特徴として、発色の出方がやや独特といいますか、普通のウールに比べるとすごくこう透明感のある形で、ピカッと綺麗な発色というよりはややちょっとこうくすんだスモーキーな雰囲気があるようなんですね。なので非常に全ての色において落ち着いた雰囲気があるんですけども、特にこのネイビーに関しては、グレーの要素を何かちょっとこう含んでいるような本当に非常に絶妙な色合いなんですけれども、それを今回、このブラウン、これもブラウンも非常にこう落ち着いたブラウンですけども、それをちょっとこうコーディネートを、組んでおります。割とこうネイビー と、ブラウンだけだと結構色が、お互い強く出過ぎてしまうっていうケースがあって、あまりしっかりこう合わせることがない形なのかなと思うんですけども、定番の色ではあるんですけども、まあちょっとこう部分使い的な要素が結構強いかなというところで、今回はそれしっかり、両者の色を使っているんですけども、やはりこのアンサンブルというちょっとややフェミニンな柔らかい雰囲気であれば、このもうブラウンと合わせると非常にこう綺麗かなと思いまして、こういう形で組んでおきます。はい、続きまして、カーディガンは同じ先ほどのネイビーのもので、インナーを、ホワイトに変えております。またやっぱり同素材で色違いを合わせるというのも非常に素材感にマッチして、色のなんかこうトーンというか、素材のトーンがやっぱり非常に一生同調するところがあるので綺麗に収まるかなと、思います。他のカラー同士で合わせても非常にこう綺麗でございました。で、今回このネイビーと白は割とこうコーディネートとしては王道のパターンに、今回ブラックですねの、コットンパンツを持ってきてはどうかなと思いました。暖色系の色をあまり使わずに、寒色系でまとめることで、ややまあクリーンな、最近ちょっと、都会的なということは
よく使いますけども、結構洗練されたシンプルなコーディネートがゆえに、素材であるとか、色のトーンをちょっと間違えると、やや、カジュアル感が強くなりすぎてしまったりとか、そういう現象が起こるんですけども、非常にこの素材感とこの組み合わせであれば、上品なコーディネートで組んでいただけるのではないでしょうか。はい、本日は、リングジャケットナポリの、14.5 マイクロンのモックネック、それから、カーディガンアンサンブルのご紹介をさせていただきました。冒頭で私ですね、極論ニットはこれだけでもいいかもしれないということで申したんですけれども、実際手に取って触っていただいて、着ていただければその理由は、分かっていただけるかなと思います。ぜひですね、テントの方でお試しをいただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。